トラブゾンは国会沿岸のトルコの都市。トラブゾン県の県と人口は約15万人。トルコ東北部における経済活動の中心として重要な港湾都市である。飛行場や1963年創設のカラデニズ工科大学がある。古代にはトラペズス、中世にはトレビゾンドやトラペズンダとも呼ばれた。紀元前7世紀にギリシア人によって 公益都市として建設された。ポントス王国、ローマ帝国の支配下において繁栄する。特に、ペルシアやメソポタミアへの通称路の起点として、重要な都市となったが、258年に、ゴート人に破壊された後は衰えた。その後は、東ローマ帝国の地方都市となり、中世には、テマカルディアの主婦として、ポントス地方の中心都市となった。第四回十字軍による、 コンスタンティノポリス占領の際、コンスタンティノポリスから逃れたアレクシオス・コムネノスが、グルジア女王、タマルの支援を受けて、1204年、トラブゾンを首都とした亡命政権トレビゾンド帝国を建てた。領土は限定的であったが、グルジア王国や白洋朝などと隕石関係を結ぶことで政治的独立を維持し、トラブゾンは公益港として栄えた。 1461年にトレビゾンド帝国はオスマン帝国のメフメト2世によって滅ぼされた。繁華外交と市街1年を通じた歌室で年間800ミリメートルに達する。最高気温平均は7から8月が最も高く約27度 C、1から2月が約11度 C である。最低気温は同じく20度 C と4度 C である。ありがとうございます。